皆さんこんにちは、札幌園芸日記えりこです。10月ちょっと1ヶ月ほど動画の方をお休みさせていただきました。また11月から動画を再スタートしていきたいと思います。はい、で今ね庭作業もあんまりできてはいないんですけど、それでもちょっと手が入ってたりするんで、まず10月末のお庭の状況というか花壇の状況をまずご報告したいと思います。ね、このブルーサルビアは種こぼれ種、去年植えてたこぼれ種で大きくなって今ね綺麗に咲いてくれています。はい、でオルレアホワイトレースの方も、夏の暑い時期にちょっとお休みしましたけど、今またね綺麗に咲いてくれています。で北海道はねもう朝晩結構寒くて0度近くになることがあるんだけど、昼間はまだ10何度20度近くまで行くこともあるので、まあ、15、6度かな綺麗に咲いてます。で、もうねビオラとパンジーを植えました。はい、ちょっとねサルビアのフジプルコさんがねちょっとこんな感じで背が低く咲いてて、これはまあ抜かずに取ってあるんですけど、はい、ここら辺にカリブラコアだよな見切り品の買ってって植えてたんですけど、それはもう抜きました。でこのビオラちゃんたちが大きくなってくれるのが楽しみです、来年の春ね。で、エキナセア10円にしたやつが少しずつ大きくなってます。来年はお花をつけてくれるかな。でオレガノはねやっとこんな大きさであんまりこうちょっと地植えしたら見栄えがしないっていう、鉢植えのね方もねあんまり大きくなってないです。はい、これセラムですね、ハーモニーも終わりです。ちょっと灰色が悪い、栄養があんまないかな。はい、でプルーブンウィダーズさんのマーガレットそれ見よは株がすごい大きくなりました。でねポロポロと咲いてはくれましたが、北海道では越冬しないと思いますので、うん、寒くなったら枯れて終了かな。はい、でここら辺はあれです、カモミールがねいっぱい植わってたんですけど、まあ、ちょっと抜きました。まあ、少しは残ってるんですが、で奥に鉢でね植えていた家から持ってきたバラをここに定植しました。去年ちょっと雪の鉢に植えてて雪でやばいってことになったんですけど、まあ、なんか生きていてくれてて、なんでちょっとここに植えましたので、今年の冬もちょっと雪が恋をしてね、来年の様子を見たいと思います。はい、エリンジウムはねもう終わりですけど、まあ株は結構しっかりしてますので、これ宿根草ですので来年ねまた楽しませてくれると思います。はい、でここは水仙がね結構球根植わっていて、あとキバナコスモスとかも去年は結構咲いたんですけど、今年はキバナコスモス全然こぼれ種で咲かなくて、もうちょっと水仙ずっと何年か咲いてるから、それをまず掘り起こして、これはよく咲くスミレの方かな、パンジーを植えて、で奥の方に、ここのところに、チューリップの球根を植えてあります。まあ、ちょっとその様子はねまた違う動画でお伝えできればなと思います。で、はい、オダマキもねちょっと相当株が充実しました。なので来年はねお花を咲かせてくれると思います。はい、ラベンダーは結構刈り込みをして、ヒューケラも、まあ、元気です。でハボタンがねもう今すごい見ごろです、うん、ちょっと早めに今年は種まきをして、まあ、葉っぱをね食べられたりとかはしてるんですけど、でもなんか可愛く育ってくれています。はい、サルスベリのブラックパールも、まあ、ちょっと折れてねどうかなって去年の雪で思ったんですけど、また順調に育ってくれて、今年はもうちょっとしっかり本当に雪が恋をしないきゃいけないなと思ってます。でバラはね今これすごく綺麗に咲いてくれてます。はい、そうですごくね大きくなった、今もう私の背丈くらい160センチ以上あると思うので、はい、これをまた冬が恋どうやってすればいいんだろうはい、ほらこんな感じで、その太陽が当たりすぎててねちょっとあれかもしれないけど、結構ね本当に肥料をいっぱいあげないと下の 葉がやっぱりちょっと黄色くなってて、またね秋用の肥料を追加しなきゃなと思ってます。
で、君寄付がすごいな。種ができてるよ。今年は穂をあげてくれて本当嬉しい。はい。よし。で、白大菊はもうね、去年からずっとここに植わって元気でね、越冬もしてくれるんでね、うん、どれぐらい持つかわかんないんですけど、本当にこの白さが綺麗。リシマキアのブラックナイ、ミッドナイトさんか。リシマキアミッドナイトさんもすごい増えてきました。アルケミラモリスはね、さすがに来年ちょっと場所を移動させたいと思います。で、ジニアはもう終わりですね。もう色がすごい枯れた感じになってきました。うん、すごい楽しませてもらった。はい。で、系統、なんだっけ、ルビーパルフェが今こんな感じになっています。ちょっと北海道だと系統ね、育ちがあまり良くないんでなんですけど、まあまあでもなんとか大きくなってくれました。で、ゴンフレナラブラブラブも終了ですね。でもこれは本当に可愛くシーズンずっと楽しめました。トレニアもさすがに終わり。まだちょっと咲いてますけど、種つけてるっぽいです。はい。エキナセアはね、特に終わったんでちょっと刈り込みしました。あとはまあネペタもね、あれで、ここら辺は結構いろんなものはわさわさ植わってて、ベロニカもちょっと切ってなんか虫とかに食べられてる気がするんだけど。で、金魚草ね、こぼれ種で増えたやつですね、がまだ咲いてます。あんま綺麗に咲かないんですけど。で、このリシマキアのオーレアがものすごい繁殖力で、これででもだいぶちょっと抜いたんですけどちょっとよくよく注意しないとすごいことになりそうと思って、まあとりあえず今年このまま越冬してもらいます。はい。ホスターのホワイトクリスマスもちょっと葉が汚い。乗り移ぎファイアーライトもね、もう枯れた感じになってます。このままでも切ってもいいんですけど、どうしようかな。まあとりあえず冬学校の時にもうちょっと考えます。ユリはね、このままもうちょっと地際まで切り戻そうかなと思いますが、掘り上げないでます。ダリアもそろそろ掘り上げなきゃな。11月入ったら掘り上げます。はい。で、ここら辺ね、いろんなこぼれ種が、まあ、三尺バーベナとかもすごかったんですけど、あとカレンデュラとかもね、こぼれ種で増えた場所に逆に水仙を植えておきました。で、奥にもう一つのバラねが植わってて、こっちもだいぶ大きくなりました。お花はね、ちょっと今咲いてないんですけど。で、隣のグラジオラス、これもそろそろ掘り上げます。はい。で、三尺バーベナもちょっと映像的にはもうちょっと逆光で見えないかもしれないですけど、まあ終わりですね。まあ、これが本当にすごい増えちゃうので、来年はねちょっと意識して、積んでいきたいと思います。はい。で、コスモスのね、ダブルクリックもう終わりですね。これすごい可愛かった。うん、ちょっと写真でね、綺麗な時の載せておきたいと思います。で、下のネモフィラがね、また今ちょっと咲いてきてくれています。うん、そんなにたくさんの株を植えたわけじゃないんでね、一面のネモフィラ畑みたいな憧れますけど、それはちょっとなくてあと、バーベナ、プルブンウィナーズさんのそちらの方もね、コンスタントに咲いてくれて、背の高さもね、あまり高くならない、ちょっと這うような感じで広がる感じで、まあ、なかなか可愛かったです。あと種まき、コスモスと一緒に種まきしたヤグルマギク、全然もう芽が出てこないなと思ったら、気がついたら咲いてたっていうね感じですね。ヤグルマギクあんまり上手に育てられないかな。はい。で、コキアはなんかね、立ち青いになんか侵食されて、あんまり綺麗にね、紅葉とか、まあ赤くはなってるんですけど、コキアらしくはなってない。日当たりがね、ちょっとコスモスと立ち青いで遮られちゃってる感じですね。立ち青いが、うん、なんか葉っぱがちょっと緑黄色いから、ちょっとここら辺やっぱりいろんな植物と栄養を取り合ってあれかもしれない。なんでね、ちょっと土の土壌改良剤とか、まあ積極的に来年の春はやっていきたいなと思います。一応改良剤ね、新しくパンジーとかチューリップとか植えた場所には入れて、それから植え付けてるんですけど、まあ、ここまだちょっと余ってるから、ここにもね入れようかなと。で、はい、はい、
レイズドベッドの方はこのような感じになってます。ちょっとビニール袋がビニール袋ってマルチがねちょっと途中までになっててお見苦しいですが、トマトとかかぼちゃはもうね遠くの昔に処分して、今あの鉢でずっと育てていたイチゴをね植え替えして、冬はここで越冬してもらいたいと思っています。春になったらまたねちょっと場所変えるなり、まあ、このまま育てるかもしれないんですけど、改めて考えたいと思います。で、雑草も結構入ってますが、あの白いお花ペーパーデイジーですか、うん、これもちょっとお花は上がって、でもすごいね満足がいく花付きではなかったなはい、うん、バジルとかそういうのももうだいたい枯れてきましたね。ちょっとホワイトセージはここに生き残ってるんだけど、まあちょっとこれのまま様子を見てみようかな。まあ多分越冬できないと思うんですけど、はい。でここのねエキナセアはねここら辺なんですけど、あんまり育ちが良くないっていうのは多分あの周りのねあのお花たちにちょっと影になっちゃったかなっていう気はします。はいマルチをしてても雑草は生えてきますね。はい。でジニアもこちらに植えてたジニアもほぼ終わりですね。はい。最後にこちら手をかけないためのところの花壇なんですけど、一応ここにねあのビオラあのモモカを植えました。ネペタの周りに、はい、まず春先にねこのビオラが結構咲いてくれて、でその後ネペタがかかって大きくなるかなって思ってます。ラベンダーもねだいぶ今年大きくなったから、来年はもうちょっと見応えする感じで見れるかなと期待しております。つるに一日草が元気あとクリーピングタイムも、まあ、少しずつもりもりと元気に増えてます。つるに一日草がね本当に伸びすぎちゃって結構切りましたね、はい。どうもこのアリウムの単調そのまま掘ってあるんですけど、なんか芽が出てきてるっぽいです、リサイクル剤みたいの入れたりとかして、あとマルチ、うん、バーク堆肥のマルチを新しくしました。やっぱりね、それ入れるとあの植物たちが生き生き見えますので。ビオラを地植えしたね、動画は一応撮ってありますんで、また別の機会にご紹介できればなと思います。北海道の家にはこれからもう庭じまいというか、冬支度というかになってしまいますけれども、まあ、あの冬場はね、観葉植物とかね、またインテリア、お部屋と合うようなあの配置の仕方とかなんかいろんなことを考えてやっていきたいなと思っております。はい。なのでまたこれからもどうぞよろしくお願いします。はい。本日の札幌園芸日記はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。